どうも、一生声変わり中のものです。今日紹介するのは E46 型の M3 です。2001年モデルの BMW M3、 私の車は右ハンドルの6速マニュアルです。 BMW の M 社が開発している、ボディとエンジン、足回りというところに気に入って買ったんですが、エンジンは S54B32 型という直列6気筒の NA エンジンです。で、駆動方式は、お決まりの FR ですね。定員は5人乗りの2ドアクーペになります。フロントから見て分かる特徴はここです。 M3 専用のワイドなフェンダーになってるんでした。ノーマルよりも 25mm 広がってます。ヘッドライトチェックします。スモールお願いします。ヘッドライトローお願いします。ヘッドライトハイお願いします。ハザードお願いします。そしてフォグランプもチェックしましょう。お願いします。サイドに回ってきました。サイドから見てわかる特徴は、なんといってもですね、この19インチの台形の前後のホイールです。このホイール自体はですね、社外品に変わってるんですが、M3 独自のこのでかいサイズがですね、このクーペボディに似合ってますよね。ちなみに、この個体はですね、社外のサスペンションキットが入っていて、車高が2センチほど下がっています。サイドから見てわかる注目点はですね、先ほどもちょっとチェックしたこのフロントフェンダーです。フェンダーの後方にこのようにエアアウトレットが開いています。これはあまりにもかっこよすぎて世界のメーカーが真似しちゃったやつです。ちなみにこのエアアウトレット、穴は開いてるんですが、エンジンルーム側にはですね、ここに隔壁があるため、直接ですね、熱気を抜くという効果ではなさそうです。テレビに回ってきました。リアからでもですね、このタイヤが太いことなどによってですね、かなりマッチョなイメージがあります。ちなみにこの車、前高はノーマルでは1370mm、約 1.4 メートルですね。ただこれちょっとイメージできない人は、近所にいる体長 1.4 メートルのヘビクイワシを捕まえてバンすれば大体一緒です。テールライトチェックします。テールをつけてください。ブレーキカモン踏んだままハザードをつけてください。踏んだままリバースをお願いします。そしてテールですごく注目なのは、やはりこのノーマルで4本出しのマフラーですよね。音を聞いてみましょう。この車にはモード切り替えがあります。まずはノーマルモード。次はスポーツモード行ってみます。明確に変わりました。まずはノーマルモードで聞いてみましょう。続いてスポーツモードにします。明確に音が変わりました。ラゲッジチェックします。リンクが凝っていて、角度が上の方に上がります。かなりですね、中は広いですよ。 FR クーペでこれだけの広さがあれば合格だと思います。だいたいこのぐらいの容量があればですね、体長1メートルの、鹿の仲間、チデジカはあれ1メートルです。あれを縦差しで2頭いけます。はい、このようにトランクは深さも幅も長さも良好です。ちなみにトランクスルーも備わっています。このように左右にレバーがあります。M3 で舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのためのミラーとライトがあるのかですよね。あるのかな、ないのかな。ありました。ミラーがあって、まず50点、そしてライトもありました。このように動かせばオンオフします。100点。
リアシートです。クーペモデルとは思えない空間のたっぷりさ、とんでもないレベルです。リアシートチェックします。乗り込むときにはシートのレバーを倒して、このように入ります。奥に行ってみます。想像よりはですね、中広いですね。あ、頭上もしっかり空間ありますし、肩周りも余裕です。これ長距離行けちゃいます。ちなみにこのリアシートのヘッドレスト、不思議なんですよ。シートにはついてなくてボディ側に刺さってるんです。このようにシートの背面ではなくボディ側についてるんでした。なぜでしょう。先ほど紹介したトランクスグの倒し方です。はい、フロントシートです。ギュンギュンにスポーティーな造形です。フロントシートチェックします。座った瞬間にしっくりきます。硬さ的には MCNG マックナゲットみたいなですね、しっかりギュッと身が入ってる感じがしますよ。インパネです。大人です。中井貴一張りにダンディな雰囲気です。メーターは非常に見やすいアナログタイプ。スピードメーターの下には M のマークが入ってます。なおですね、これキーを入れるとこのようにレッドゾーンは赤、そしてイエローゾーンはオレンジで表示がされます。ちなみにこのオレンジの表示位置はですね、4000回転から始まっています。水温が低い時には4000回転からずっと点灯しています。水温が上がってくると徐々にこのオレンジラインが下がってきます。すごく合理的な仕組みです。エンジンをいたわる仕組みです。この M3 に限らないんですが、 BMW あるあるがあります。それがこれです。ロックボタンを押すと非常に小気味よい音と速度でロックボタンが動きます。見ててください。すごい速い。センター中央にはエアコン吹き出し口、そしてオーディオスペース、エアコンの操作パネルがあります。トランスミッションは6速マニュアルです。ではいただきます。まだ回転2000回転までしか上げてませんが、これ相当気持ちいいやつですね。すごく重々しい音はするんですが、シューンと気持ちよく回っていきます。この直力 3.2 リットルエンジンは M 社が作り上げたものです。最高出力はですね、 3.2 リッターなのに343馬力もあります。リッター100馬力超えの3リッターオーバーってすごいですよね。ちょっと踏んでみましょう。相当気持ちいいです。このエンジンですね、給排気両方ともにバノスと呼ばれる可変バル体がついてます。このため低速からでも十分にトルクがあるんです。可変バル体がついていて、低速からトルクがあって、そして高速までですね、切れ目なくこう連続可変しながら最適な給排気タイミングを作ってくれています。そしてこの車ですね、吸気側のスロットルは6つついてます。1当たり1個の6連スロットルになってます。ですから高回転で気持ちいいんです。素晴らしい。現状これノーマルでもですね、こんだけ気持ちいいので、スポーツにしたらどうなっちゃうんだって感じなんですが、やってみましょう。スポーツに変えました。あ、急に車がですね、軽くなったみたいに、同じアクセル回路なのにグッとこう前に押し出される感じになりました。やばいです。チキンスキンスタンドアップの状態です。これはすごいな。ノーマルモードでもですね、十分以上にスポーティーで
さすが M3 と思ったんですが、実は本領はこのスポーツモードにありました。踏んでみます。とてもですね、このレッドゾーンの近くまで踏むことはできないんですが、それでも十分楽しいです。完全にレーシングカーじゃないですか、これは。この車、エンジンに気が奪われちゃうとですね、ちょっと気づかなくなっちゃうんですが、シフトのフィールもですね、非常にいいです。いかにも機械という感じで、ガチッガチッと入ります。これがですね、でも BM 独特というか、この M シリーズ独特なんですかね。ストロークがですね、めちゃくちゃ短いわけじゃないんです。ストロークはすごく長いんですけど、しっかり着実に入る。で、このシフトを入れるときに、このシフトレバーの基部周辺でですね、ガチャッガチャッとですね、しっかり音が聞こえるんですね。サスペンションはフロントがストラット、リアがマルチリンクになってます。切ったら切っただけしっかり曲がる。曲がってる途中でさらに切り足してもしっかり反応する。そして戻した時にもグラグラするような動きがないんですよね。ウルトラスムーズで最高に気持ちいいです。この M3 ですね、標準クーペと比べるとパッと見にはそれほど大きな違いはないように見えて、実は見れば見るほど違う点が多いです。先ほど紹介したフェンダーやボンネットの他にですね、例えばミラー、これですね、 M3 専用のすごく小さくてドロップ型ティアドロップ形状になっています。また非常にですね、こうスポーツファン心をくすぐるのがリアのスポイラーなんですね。普通これだけの性能があったらもっとごっついのつければいいのに、超ちっちゃいリップがちょこっとついてるだけです。いかにもちゃんと空気考えたらこれで十分だっていう主張みたいなものが感じられますよね。なお、このですね、M3 はですね、フロントドアのサッシュがない、サッシュレスタイプになってます。これ何気にクーペに乗ってる人にとっては、これがサッシュレスだと気分が上がっていいですよね。そして、リアウィンドウなんですけれども、スライドして下に格納するタイプではありませんが、横にポップアップします。しかもこれ、手動式ではなくてパワースライド式なんですね。手元のスイッチで操作が可能です。フロントシートは電動で各部が調整できます。座面に関してはかなりバラエティ豊かにですね、角度調節可能で、前後はもちろんなんですが、上下はですね、前端後端をそれぞれ独立して可変させることができます。またシートの座面の前方ですね、膝裏あたりの部分をですね、一部だけ手動ですけれどもスライドして前後させることもできます。ウェシュンさん、はい、この M3 乗ってみて、はい、ここがいいなってポイントは何ですか？やっぱりエンジンですかね、エンジンの魅力すごいので、はい、回した時にそのピーク、最大が8000回転もあって、でピークパワーが7900回転っていうのがよくピックアップされるんですけども、意外とですね、低速でとことこ走ってる時もエンジンはだいぶ粘りがあって、はい、例えば6速で1500回転ぐらいの状況でもアクセルをそのまま踏み込めばシフトダウンすることなく加速していってくれるぐらい柔軟なんですよね。なるほど、はい、ちょっとじゃあそれを平地で試してみてください。これ今4速で800回転ぐらいですかね。はい、もうこれだったらもう全然余裕で加速していってくれる。あ、すごい、4速800回転、今1000回転越して普通に走りますね。そうですね、2速3速みたいな感じで、はい、このまま踏んでいっても加速するんですか？このまま踏んでいっても大丈夫ですね。4速から今1500、ああ本当ですね、はい、全く無理なく加速していきますね。そうですね、スポーツモードを入れなくても、はい、まあ、ピークパワー変わるわけではないので、はい、やっぱり入れなくても十分高回転のなんでしょうね、鋭さみたいなの感じるんですが、はい、じゃあ普通のノーマルモードでエンジン回転数も抑えて街中は普通に走れる、はい、もう普通に走れますね。というわけで M3 は
見た目もすごくマッチョでですね、満足できるものなんですが、乗ったらその凄さがですね、ひしひしと伝わってくるすごいマシンでした。大変美味でした。ごちそうさまでした。